じゃあ分かりました。お前さ、ラス字弱いから。でもそれ一回やってみるじゃないですか。夢がないですか。まあ、クリア取ったら本人がいるって。それは確かに夢ないですね。じゃあそっちのチームはないですか。あ、僕たち誰かにカメラ持ってこい。あ、確かにカメラはちょっと、持ってます。じゃあプレゼント。プレゼント。まさか。いやいや今とこね、まだね。あちょっと待ったらこれだからプレゼントね。はい、かっこいいです。発表です。はい、まあ、マスターに興奮するプレーを教えてください。あ、興奮にかけて。はい。プレー教えてください。はい。教えてください。全員全員です。動画でちゃんと言ってください。それは。じゃあ俺から行こうか。はい。興奮する。はい。そこ全部言ってますもん。まあ僕はやっぱその巨根の人に怒られたいっていう感じです。やっぱプレーで言うと、今まで一番興奮したんで言うと、やっぱ入ってすぐ足舐めろ言われて、足舐めてから舐め方おかしいんちゃうみたいな感じで殴られる。名人のロケモンとかも詳しく言ってもらえないけど、まあ、名人は興奮、うん、なんか予想でいいです、うん、もうしたことないだったら興奮すれば予想多分そことかじゃないですか。最近で、まあ、興奮したなっていうのが上乗られて言葉攻めされたことじゃないですか。あ、まあ、僕上乗られることなかったんでそんなに、もう全部乗ってきたんで全部乗ってきたんで、まあ、それでちょっと興奮したかな、ちょっと今佐々木さんやってもらうかすごいっすよね。じゃあ2人のもちろん。あ、なるほど、すごい。私は首絞められて気絶したことです。しかも大変なんじゃん。想像でよかったね、名人。気絶したことです。まだ言ってましたからね。言ってた、言ってた。やっぱそう、M っていう。だから名人でやった時は野外に来てる。野外に来てる。あと白塗りぐらい老人になる。じゃあ、メアちゃんは。私は、作品の中だけの話ですけど、現実には絶対やらないですけど、教え子と教師みたいなやつ。あ、私結構不倫のハメ撮り、不倫もののハメ撮りがいっちゃん燃えていっちゃん好きです。